イングランド及びウェールズの国立公園。イングランドとウェールズの国立公園は、1949年の国立公園と地方へのアクセスを定める方の下で、定められた比較的開発の手が及んでいない景観の良い地域を指す。その名に関わらず、イングランドとウェールズの国立公園は、他の国での国立公園とは全く異なる。他の国では、 国立公園は保護された共有資源として国が所有、管理し人間の高級的な存落はそこに含まれない。イングランドとエールズでは国立公園として指定されるには実際に人が住んでいて住地を含んでいてもよく、しばしばその地域の全体が利用されていてもよい。また国立公園の中に個人所有の土地があっても構わない。現在。 イングランドとウェールズには12の国立公園がある。また、イングランドのサウスダウンズは国立公園として登録する手続き中である。いずれの公園もそれぞれの国立公園管理局が運営している。法に定めた運営目的は以下の通りである。推定で毎年1億1000万人がイングランドとウェールズの国立公園を訪れる。レクリエーションと観光が 訪問客と資金を公園にもたらし、それらが公園の自然保護業務を支え、また地元の雇用と産業を進行している。侵食、交通渋滞や公園の施設利用でトラブルを起こすなど、訪問客は問題を持ち込むこともある。考古学的な証拠からは、国立公園として指定されている地域には、戦死時代のブリテンの少なくとも5000年前、 場合によってはそれ以前の石器時代から人間が住んでいたと考えられる。19世紀より前は未開の平地はしばしば単なる文明化されていない危険な土地と見られていた。1725年にダニエル・デフォーはハイピークについてイングランド中で最も不毛で未開で見しゃられた地と描写している。しかし19世紀の初頭、バイロン、コールリッジ、 ワーズワースのようなロマン趣味の詩人は、野生の地方の霊感を与える美について記した。特に顕著なものは、1810年に、ワーズワースが、湖水地方、レイクディストリクトについて、感じる名と楽しむ心を持つ者ならば誰しも権利と利害関係を持つ一種の国家財産と記した。こうした早期の見解は、多くの論争も読んだが、 一世紀の間に支配的となり、1949年に英国の法律として国立公園及び地方へのアクセスを定める法が成立した。国立公園という形式の着想は最初は1860年代の米国で起こった。米国では国立公園は寄せ見手のような野生生物の生息地域を保護するためのものだった。このモデルは 多くの国で使われたが、英国ではそうではなかった。国土に人間が流入してから何千年も経った時点となっては、野生生物が生息する自然の地域は、わずかしか残っていなかったのでる。さらに、ロマン主義の詩人たちに大層愛されたそれらの地域の自然美は、しばしは既存の人間活動、多くは農業のみによって維持管理されていたのである。 1930年代までには、都市部の人口増加と自動車の普及に伴い地方への公衆の関心が高まったことにより、地方へのアクセスを探す人たちと、土地所有者との間に圧力を生み出していた。キンガースカウト、ピークにストリクトのダークピークにあるヒースの荒野の大量不法侵入のような直接行動による不法侵入と並行して、いくつかの任意団体が、 公衆アクセスの問題を政治の場持ち込んだ。1931年、クリストファー・アジソン、後のアジソン教が議長を務める政府委員会が国立公園として指定する地域を選定するための国立公園管理局を提案した。下記の目的を遂行するため、国立の指定地と長寿保護区域のシステムが提案された。しかし、 1931年の総選挙で一時中断してからはそれ以上のアクションは取られなかった。任意団体の国立公園の設立を要求する委員会が1936年5月26日に第一回会合を開き、英国に国立公園を置くよう政府に働きかけた。第二次世界大戦の後、労働党は英国の戦後復興の一部として 国立公園の設置を提案した。国立公園の設立を要求する委員会事務局のジョン・ダウアーが1945年に都市地方計画大臣に提出した報告は1947年にも政府の委員会に提出された。この時の委員長はアーサー・ホブハウスだったが、彼は国立公園に関する法案をまとめ12の国立公園を提案した。サー・アーサーは 適切な地域を指定する基準として以下のように書いている。1949年、国立公園と地方へのアクセスを定める法は全会一致で通過した。まず1950年代にこの法に基づき10の国立公園が指定された。ほとんどが質の悪い農地の高原地帯だった。それらの土地は個人の土地所有者が所有したままだった。そういった場合、 大抵個人の不動産だったが、オ家、ケ、またはナショナルトラストのようにアクセスを許容し勧誘している、事前団体のような公的機関が所有する資産のこともあった。都市部からのアクセス可能性もまた重要だと考えられた。これ以外の地域も検討されていた。コーンウォール海岸の一部は1950年代には、 国立公園になる可能性があったが、一つの連続した国立公園としてはあまりに共通点がなさすぎたため、結局国立公園ではなく代わりに、顕著な自然美区域に指定された。ペナイン山無役北部も1970年代に国立公園への指定が検討されたが、この区域は5つの異なる州にまたがっていたため、管理上難しすぎると考えられた。 ノーフォークとサフォークの商託は厳密な意味では国立公園ではなく1988年の議会特別法に基づき別途設立された商託管理局が運営しているがほとんど違いがないので国立公園のようなもとして認知されている。ニューフォレストは2005年3月1日に国立公園に指定された。サウスダウンズも 国立公園として提案されており、1999年に政府の指示を得た。サウスダウンズは1947年にホブハウス報告書で選ばれた12区域のうち、国立公園になるのが最後となった。2005年2月の時点で、サウスダウンズの国立公園の境界線を決めるための公的調査が行われる予定だったが、この調査は当初予定では、 終了日だった2005年3月18日まで延期された。指定の手続きはなお2から3年かかる見通しである。1995年の環境法以降、それぞれの国立公園は、それぞれの国立公園管理局が運営している。それぞれのつぼねは、以下の2つの法に定める目的を執行する。これらの目的は時に相反する。 例えば、サンドフォード原則の下では、自然保護が優先する。この原則は1995年の環境法第62項で、法的な強制力を与えられている。とはいえ、これらの目的を追求するにあたり、国立公園管理局は、現地の住民の社会的、経済的福祉を支援する義務も同時に有しているので、ある。国立公園管理局の構成員の半数よりあや、 多い数が公園のある地方政府の長が指名した要因である。残りの要因は環境、食料、地方省長官が指名した要因、教区の議会を代表する要因、そして国家的利害を代表するために選ばれたものである。承諾管理局にはこのほか、地方省、英国のネイチャー、ダイアーモス公管理局、及び環境省に任命された要因もいる。 国立公園管理局と商宅管理局は地方議会を管理するのと似た法的規制でカバーされている。国立公園の資金源は複雑であるが本質的には国立公園管理局のすべての費用は中央政府の資金から支出される。かつては地方政府から一部が支払われ中央政府が地方政府に弁済していたこともあった。二千三から二千四年では 国立公園管理局は中央政府の資金から3,550万ポンドを受け取っている。地方省とウェールズ地方議会は内務省の承認の下新しい国立公園の指定に責任を持っている政府機関である。国立公園管理局連合会は国立公園と政府や関係当局との窓口として働く。国立公園評議会は イングランドとウェールズの国立公園を保護、促進するための事前団体である。国立公園管理局は、その担当区域の戦略的、及び現地の計画を立案する当局である。担当区域の空間計画のガイドラインである地方、開発枠組みを管理する責任がある。また、その枠組みの範囲内で、開発計画を承認する権限がある。居住地と工業の開発、 建物やその他の構造物のデザイン、さらには工業開発のような戦略的問題を直接監督するかなりの権限を与える。国立公園管理局の計画の権限は他の政府当局のそれとほとんど差はないが、そのポリシーと解釈は他のどこよりも厳格である。これは政府が地形と風景の美しさの観点から保護が最良の状態あることを認定する。 国立公園の指定、1997年、地方環境品質並びに経済及び社会開発を重要視しているためである。国立公園管理局は2つの役割を持っている。すなわち公園を保護し価値を高めること、及び訪問客の利用を促進することであるこれら2つは、異なるグループのニーズの間で頻繁に対立する。イングランドとエールズの国立公園には、 毎年推定で1億1000万人が訪れる。レクリエーションと観光が地域に多くの恩恵をもたらすとはいえ、数多くの問題も持ち込んでいる。国立公園管理局に支給される国の資金は、一部は、こうした対立に対応するための余分な課題が考慮に入れられている。この公園は2005年3月1日に指定された。 ニューフォーレストの国立公園管理局は2005年4月1日に設置予定。2005年2月の時点でサウスダウンズの国立公園の境界線を決めるための公的調査が行われる予定だったが、この調査は当初予定では終了日だった2005年3月18日まで延期された。環境長官の2009年3月31日のアナウンスによれば、 2010年に設立され、その1年後に完全に運営される。2005年初めの時点で、イングランドとウェールズのおよそ9.3%が国立公園の区域になっている。サウスダウンズとニューフォレストを加えると10.7%。ウェールズの3つの国立公園は、ウェールズの面積の約20%に当たる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。